これは、ある冬の時期の話。とある理由で仕事を失った俺は、福井県の温泉宿にやってきた。温泉や食事を楽しみ、最高な時間を過ごしていたのだが、その翌朝、事件は発生した。朝食を食べるために食堂に向かったのだが、どこか様子がおかしい。スタッフたちは慌ただしい様子でバタバタしているのだ。そこで俺が取った行動とは。非常にお答えしづらいのですが。俺の名前は高橋正史。今年で28歳になる。とある理由で職を失ったばかりの俺は、東京から新幹線と特急を乗り継ぎ、片道3時間半もかかる福井県の温泉宿にやってきた。これまでは仕事ばかりに没頭していたし、せっかく時間ができたから気分転換に旅行でもしようと思ったのだ。旅行先を決めるために様々な旅行雑誌を見ていたら、この温泉宿が載っていて、なぜか俺はこの旅館が気になり、気づけば予約をしていた。季節は冬。俺は駅からはタクシーに乗り、都会では見られない雪景色を楽しみながら宿に向かった。こんな何もない平日に一人で泊まるなんて、かなり不審がられているだろうと思いながら、俺は宿の中に入っていく。3時間半という長い時間をかけてここまで来ただけあって、周囲の景色や雰囲気は最高だった。ここなら都会の喧騒を忘れてゆっくりと過ごせそうだ。いらっしゃいませ。宿に入ると、俺と同い年くらいの若いおかみと、一人の男性が俺を出迎えてくれた。おかみはとても綺麗だし、男性の方もかなりのイケメンで、誰がどう見てもお似合いの二人だ。どことなく顔立ちや所作が似ていて、二人とも胸には田崎という名札をつけている。きっとこの夫婦がこの宿を営んでいるのだろう。宿の内装は古い感じがするが、それがまたいい雰囲気を醸し出している。寂れた感じがするのは他のお客さんがいなかったことによる錯覚だろう。今日は平日だし、時間もかなり早く到着したから、それも仕方がない。俺がフロントで手続きを済ませると、おかみが部屋まで案内してくれた。お一人でご旅行ですか？はい、そうなんですよ。やっぱり怪しいって思いますか？俺がそう返すと、おかみはくすっと笑った。そんなことはないですよ。優しそうな雰囲気が溢れていますから。でも男性の一人っていうのは珍しいので少し気になったんです。やっぱり珍しいんですね。はい。うちの場合、女性の方でもご年配の方が多くて、お客様くらいの年齢の方はあまりいらっしゃらないですね。そうなんですね。俺は美人のおかみに見とれながら話を聞いていると、ある疑問が浮かんできた。それにしても、どうしてこんな若くて綺麗な人が、寂れた温泉宿でおかみをしているんだろう。こちらのお部屋でございます。大浴場と露天風呂は2階にございまして、こちらは
午前1時までご利用可能となっております。夕食は午後7時。明日の朝食は午前7時半のご予約となっておりますので、お時間になりましたら1階の食堂までお越しください。また何かご用がございましたら、内線電話にてご連絡をいただくか、1階の受付に私どもはおりますので、何なりとお申し付けください。わかりました。ありがとうございます。おかみは部屋に荷物を置き、襖を閉めて出て行くと、俺はふっと腰を下ろし、窓の外を眺めた。川沿いにあるこの宿は、部屋からも大自然の絶景を楽しめた。よし、とりあえずお風呂にでも入るか。俺は浴衣に着替えて大浴場へと向かった。翌朝、起床した俺が、ふと時計を見ると午前7時だった。朝が弱い俺だが、なんとか起きれたことに安心して、食堂へと向かった。予定よりも少し早い時間に食堂に到着したのだが、どこか様子がおかしい。おかみは焦った様子でどこかに電話をしていて、昨日出迎えてくれた主人も困った表情で、厨房と食堂内を行き来している。お願いします。おかみは電話越しに頭を下げ、主人も心配そうにその様子を見ていた。俺は何か助けることはできないかと思い、二人に声をかけた。どうかされましたか？ああ、高橋様、おはようございます。これはお見苦しいところをお見せしてしまい、大変申し訳ございません。主人は俺に深く頭を下げた。そしておかみも受話器を耳につけたまま俺に頭を下げた。実は朝食のことなのですが、諸事情によりまだ準備ができておらず、本日は朝食の提供が難しい状況でして、大変申し訳ございません。主人は改めて俺に頭を下げた。そしておかみは電話をしたまま厨房の中に入っていった。諸事情ですか？ええ、非常にお答えしづらいのですが。主人が言葉を詰まらせていると、厨房からおかみの大きな声が聞こえてきた。助けてください。実は本日の朝食担当の料理人と突然連絡が取れなくなってしまって、現在他の料理人に来てもらえないかと確認しております。しかし、今うちの旅館には料理人が3名しかおらず、交渉が難航している状況でして。主人が俺に状況を説明してくれている間も、おかみは電話越しに何度も頭を下げていた。俺は二人を放っておくことができず、おせっかいだとわかりながらも、つい提案をしてしまった。そういうことだったんですね。もしよろしければ、私がお手伝いしましょうか？俺がそう言うと、主人とおかみは目を丸くして驚いた。実は、私も料理人をしておりまして、多少はお力になれるかと思います。まあ、厳密には、元料理人なんですけど。俺は銀座にある小料理屋の料理人だった。しかし、つい先日、店を畳むことになり、俺は見事に
職を失ってしまったのだ。店は銀座一等地にあり、維持費はかなり高額で、昨今の不景気による客足の減少から、この選択をせざるを得なかったのだ。店のオーナーは全従業員に別の仕事を探すよう促していたが、俺は店に恩を感じていて、閉店するその日まで通常通り働いていた。その結果、今現在も次の職場が決まっておらず、こうしてのんきに旅行に来ているというわけだ。お気持ちは嬉しいですが、お客様にお願いするわけには。電話を切ったおかみは、俺にそう言う。まあ、確かにそうなるだろう。しかし、この旅館に宿泊しているのは、俺だけではないはず。このままでは、まずい気がするが。すると今度は、主人が口を開いた。高橋様、やはりお手伝いをお願いしてもよろしいでしょうか。ちょっとトール、何を言い出すの？お姉さん、仕方ないだろ。幸いにも、今日の最初のご予約は高橋様だ。だから高橋様にお願いすれば、他のお客様の食事はなんとかなるかもしれない。夫婦ではなく兄弟だったのか。そんなことを考えていると、おかみは俺に向かって頭を下げた。高橋様、大変申し訳ございませんが、お力を貸していただいてもよろしいでしょうか。もちろんですよ。私から言い出したことですし、できることなら何でもさせていただきます。本当にありがとうございます。トール、すぐに準備を始めるわよ。わかった。そしておかみは、俺を厨房に案内し、食材や調理器具の使い方の説明をしてくれた。食材の発注などは、おかみが担当していて、保管場所はわかるのだが、献立については、すべて料理人任せにしているらしく、詳細がわからないという。大体のことはわかりました。ちゃんと下ごしらえもしてあるようですし、きっとなんとかなりますよ。予約の時聞いた感じだと、小鉢とメインを作ればいいですよね。はい、その通りです。8時半に2名様と、9時に3名様のご予約がありますので、合計5名様分になりますが、大丈夫でしょうか？はい、私に任せてください。こんな美人おかみの役に立てるなら、お安い御用だ。長いこと料理人として修行してきた腕が鳴る。そして俺は、なんとか、5名分の料理を完成させ、すべてのお客さんが朝食を終えた。高橋様、本当にありがとうございました。おかみは安堵の表情を見せてくれた。とんでもありません。こちらこそ勝手に話に入ってしまってすいませんでした。困っている人たちを放っておけなくて。でも、久しぶりに料理できて、すごく楽しかったです。ありがとうございました。俺がそう言うと、ぐーっと、俺のお腹の音が鳴った。あまりにも大きな音で、おかみは慌てだし。あ、肝心な高橋様の分の朝食がまだでしたね。俺は、笑って答える。すいません。私も安心したら、急にお腹が空いちゃって。もしよければ、余った食材で、
私と皆さんの分の朝食を作ってもいいですか？いやいや、高橋様にそこまでのお願いは。姉さん、ここはせっかくだし、高橋様にお願いしようよ。高橋様、ぜひお願いできますか？この兄弟は顔は似ているが、性格はちょっと違うみたいだな。本当に申し訳ございません。今回の宿泊費などは結構ですので。いやいや、そんなことはできません。自分から勝手に名乗り出たことなので。俺はそう言って、もう一度包丁を手にした。そして朝食が出来上がり、おかみとトールの三人で食卓を囲んだ。うわ、美味しいな。本当ね。高橋様、何から何まで本当にありがとうございます。二人の嬉しそうな表情を見れただけで、俺は大満足だった。その後、二人と話してみると、おかみの田崎美香は、俺と同い年の28歳で、トールは26歳の兄弟だった。二人は幼い頃に母親を亡くしていて、20歳の頃にはこの宿を経営していた父親も亡くなってしまったという。そして、美香がここを継いだらしい。ああ、そういえば、料理人の方とは連絡が取れたんですか？実は、それがまだでして。ご家族の方にも連絡をしてみたんですけど、昨日から行方がわからないとのことで。この旅館は、お世辞にも立地がいいとは言えず、東京のように人口も多くない。料理人は簡単には見つからない気がした。ああ、そうだ。トールは何かを思いついたように手をたたいた。高橋様、うちの旅館で働いてくれませんか？ちょっとトール、何を言い出すの？ミカは呆れながらトールに言った。だってさ、さっき朝食を食べていたお客様って、うちに何度も宿泊してくれているんだけど、今日の朝食が今までの中で一番美味しかったっておっしゃってたよ。すぐには料理人も見つかりそうにないし、高橋様さえ良ければ百人力だなって思って。それはもちろんそうだけど、うちの都合だけで、そんな勝手ばかりは言えないわ。高橋様、お気になさらないでくださいね。しかし、俺は考えた。東京に戻ったところで仕事があるわけでもないし、そもそも東京にこだわりがあるわけでもない。二人とは年代も近いし、うまくやっていけそうな気もする。それに、こんなに美人な美香さんの近くにいられる。これは自分にとってもいい話かもしれない。いいですよ。え？え？実は私、現在無職でして、トールさんの提案は、かえってありがたい話なんです。住み込みでよければ、すぐにでも働きますけど、すでにミカに惹かれつつある俺にとって、トールは最高の提案をしてくれたのだ。こうしてすぐに、俺の福井での新生活が幕を開けた。東京の部屋は、すぐに解約をして、田崎兄弟と同居するような形でここに住み込み、俺は再び料理人をすることになった。しかし、
仕事は見つかったものの、ここの旅館は想像以上に経営が厳しいという問題を抱えていた。今思えば、料理人が3人しかいないというのも納得できる。やはり一番の問題は、アクセスが悪いことで、一組も予約が入らない日もある。そんな今日も予約は入っていない。閑散期だから仕方ないけど、さすがにちょっときついわね。ミカが一人でそうつぶやいていて、俺はミカが持っていた予約台帳を見せてもらった。今週の予約は金土日に数組のみ。確かにこれでは売り上げは厳しいだろう。ミカさん、僕の知り合いに雑誌記者がいるから、記事を書いてもらえないか頼んでみましょうか。まさしくん、ありがとう。でもそういうのって広告費とかがいるわよね。確かにそうですね。価格交渉の方も僕の方でしてみますね。俺は銀座で料理人をしていた時の人脈を生かして、ここの宿を再起できないかと試行錯誤を繰り返した。これもすべて俺がミカに恋をしてしまったからで、とにかく彼女の役に立てるようにと必死だったのだ。そしてこの宿にはホームページがないというので、俺は友人のウェブデザイナーに依頼して、すぐにホームページを作ってもらった。旅行会社に勤めている友人には、ツアーのパックにこの旅館も含めてもらえないかと頼んだ。するとミカは美人すぎる女将として話題になり、少しずつ客足は伸びていった。そして一年も経つと閑散期も予約で埋まるようになり、売上も安定してきた。気づけば従業員もたくさん増えて、俺がここに初めて来た時よりもずっと賑やかな旅館になった。これでこの宿は当面安心だろう。ところが経営が安定するのと同時に、俺の心は徐々に不安定になっていった。その理由はやはりミカのことだった。彼女は俺のことをどう思っているんだろう。仕事仲間として信頼されているのはわかるけど、ここで俺が彼女に告白をしてしまえば、もともと下心があったんだと思われて、愛想を尽かされてしまうかもしれない。それに断られたらこの先気まずくなって、俺はもうこの宿には入れないだろう。そんなことばかりが頭の中をぐるぐると巡り、俺は彼女に思いを伝えられないまま忙しい毎日を送っていた。そんなある日のこと、ホームページの作成を依頼した友人が東京からうちの旅館にやってきた。ミカとトオル、俺の三人は破格でホームページを作ってくれた友人に挨拶に行くことにした。それにしてもいい宿だな。温泉も最高だったし、料理もうまい。何よりおかみは想像以上に綺麗だな。友人はうちの旅館について本当に満足してくれているようだった。ありがとうございます。ミカは友人に感謝を述べると、俺の方を見つめた。お料理の質はもちろんだけど、お客様がたくさん来てくれるようになったのも、売上が伸びてきたのも、全部まさしくんのおかげね。いやいや、やめてくださいよ。
ミカさんとトールくんが頑張ってくれているからだよ。実際、つい2ヶ月くらい前までは、旅館の予約の管理や受付、館内の清掃、食材の発注など、料理以外の作業は全部2人でこなしていたのだ。俺も可能な範囲で手伝っていたけど、2人には全くかなわなかった。それにしても、高橋って昔から本当にお人よしだよな。前々から優しいやつってのは知っていたけどさ。まさか困ってるっていう理由だけで住み込みで働くなんて他の人じゃできないよな。本当そうなんですよ。いい人ってレベルじゃないですよね。あの時だって僕は冗談半分で誘ったのに、二つ返事でいいですよって言ってくれたんですよ。しかも料理を作る以外のことまで働いてくれるし。トールが友人にそう返した。え？ちょっと待ってよ。働いてほしいって言ったの、あれ冗談だったのか？いや、だって、本当に就職してくれるなんて思わないじゃないですか。だって、まだその日はお客様だったんですよ。トールは笑いながらそう言った。確かに、普通に考えたら、東京から宿泊しに来ている客の俺が、その日のうちに、片道3時間半もかかる旅館で働くことを決めるなんて、誰も予想できなかっただろう。だけども、この宿には欠かせないスタッフよ。そんなことわかってるよ。だから姉さんとまさしさんは早く結婚すればいいのにって思ってるくらいだよ。え？え？トールのとんでもない発言に、俺とミカは声を揃えて驚いた。俺としてはそんな幸せなことはないが、ミカの気持ちがそうでないと、結婚どころか恋愛にすら発展しない。俺はミカの反応を伺っていると。もう、どうせそれも冗談なんでしょ？ミカは顔を真っ赤にして、トールの肩を叩いた。え？これは結構本気で言ってるんだけど。まさしさんは実際どう思ってるんですか？え？俺はミカへの様子をちらちらと確認しながら何と言うべきかを考えていた。気持ちを伝えたいとも思ったけど、あまりに唐突すぎて言葉がまとまらなさそうだったし、この場にはトールも友人もいる。恥ずかしさに耐えられなくなったミカは、顔を隠したまま仕事に戻ると言って部屋を出て行ってしまった。彼女の背中を見つめながら、ああ、逃げちゃったってことは、やっぱり俺じゃダメってことか。わかりやすく落ち込む俺だったが、友人はそんな俺の背中をトンと叩いた。何言ってんだよお前。鈍感だな。お上は本気そうだったじゃないか。僕もそう思います。友人とトールは二人してうなずいている。え？そうなの？思っていたことと真逆のことを言われて、俺は驚いた。どう見てもお前に気がある感じだっただろう。それに、まさしさんもその反応を見ていると、やっぱりまさしさんも姉さんと同じ気持ちなんですね。だったらすぐに追いかけましょう。俺は二人の言葉に背中を押され、覚悟を決めた。
どうやって告白するか、まだ決まっていないけど、こうなったら、勢いに任せるしかない。ミカはフロントに座って、何かを考えているように、遠くの方を見ていた。俺もすぐにフロントの中に入り、彼女の名前を呼んだ。ミカさん。マサシ君、さっきはごめんなさい。お友達の前なのに、部屋を飛び出してきちゃって。ああ、全然大丈夫ですよ。気にしないでください。それにしても、トール君も調子がいいですよね。ああ、でも、彼の誘いがあったから、僕は今、ここで働いてるんですけどね。確かに、そうかもしれないですね。ミカはいつものように笑ってくれた。そして俺は彼女に告白するタイミングを伺う。しばらく沈黙が続き、俺は口を開いた。さっきトール君が言っていたことなんだけどさ。俺のその言葉に、ミカはビクッと反応し、俺の方を見た。トール君も本気で言ってたみたいだけど、僕もここでミカさんとずっと一緒にいたいって本気で思ってる。まさしくん。俺たちはフロントの中で顔を真っ赤にして顔を見合わせていた。ミカさん、俺と結婚を前提にお付き合いしてください。はい。こちらこそよろしくお願いします。ミカは恥ずかしがりながらもニコッと笑って俺の気持ちを受け止めてくれた。それから数年が経ち、美人すぎるおかみとその夫であり料理長の俺は雑誌だけでなくテレビの取材を受けるようになった。正直、働き始めの頃よりも何十倍も忙しくなっているが、その大変さも俺の中の幸せの一つになっている。大切なものを失った俺だったけど、ここの旅館に来たことでもっと大切なものを手に入れることができた。俺は今、本当に幸せな毎日を送っている。最後までご視聴ありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。